子どもと学ぶ日光上人の生涯第2回弟子の戦い。佐渡の国で大変な中でも、日光上人は日蓮大聖人様をお守りするために常に一緒に行動していました。大聖人様を憎む人たちから、大聖人様はいつも命を狙われていました。大聖人様はそんなことは気にも留めず、堂々とした姿で仏法を語り抜き、佐渡でも門下は少しずつ増えていきました。やがて大聖人様は幕府から許されて、佐渡から鎌倉へ戻り、ほどなくして身延の山へ。日光上人は佐渡から駿河の国へ戻り、仏法を一人また一人へと語っていきました。大聖人様のように真実の教えを人々に伝え広げていこう、師匠と同じ心で仏法を語る日光上人の目は輝きに満ちていました。こうして正しい教えは大きく広がっていきました。しかし悪い僧侶らはそのことをよく思わず、迫害を加え始めたのです。日光上人はお寺で学び続けていましたが、そのお寺の悪い僧侶が、お前たちは間違った教えを信仰していると日光上人とその仲間たちを追い出してしまったのです。日光上人はすぐに幕府に手紙を出し、どちらが正しいか明らかにしましょうと、皆の前で悪い僧侶との話し合いによる対決を求めます。大聖人様と同じように、少しもひるむことのない堂々たる姿でした。その次の年には、権力と手を組んだ僧侶の悪巧みによって、駿河の国の厚原地方の農民門下たち20人が無実の罪で幕府の武士に捕まって鎌倉に連れて行かれます。皆日光上人と共に信心に励んでいた人たちでした。日光上人は鎌倉へ駆けつけました。そして大聖人様の大切な弟子を絶対に守り抜いてみせると、身延にいる大聖人様と共に全力で守ったのです。農民門下たちは鎌倉で厳しい取り調べを受け、南明法蓮華経の信仰を捨てよと脅されました。しかし、一人として信仰を捨てる者はいませんでした。どんな困難にも負けない信心を民衆が貫いたのです。これこそ大聖人様が深く願われていたことでした。世界の人々を救う大聖人様の教えがいつまでも伝わっていく道が
開かれたからです。日光上人が悪と徹底して戦いながら教えを大きく広げていた時期に、大聖人様は最高の教えである法華経の講義をされました。その深い内容に感動した日光上人はその内容を書き留めました。これは恩義句伝と呼ばれ、今も大事にされています。